女たちが密集した牢屋、女囚たちの実態とは。江戸時代、牢屋敷に受牢して刑罰を受けた話が残るのは吉田松陰や高野長英など男性ばかりです。では女性の囚人は牢屋敷の中でどう過ごしていたのでしょうか。いたとすると、どのような罪を犯してどのような刑罰を受けたのでしょうか。今回は江戸時代に罪を犯した女たちの行く末と女牢の実態について取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。女牢と男牢にあったさまざまな違い。江戸時代の女性の犯罪で男性に比べて多く取り沙汰されるのは姦通罪や密通罪です。現代にはない罪ですね。他に多かったのは窃盗罪などです。女は男と違い、基本的には身分の隔てなく一つの女牢へ受牢させられました。有名な小伝馬町牢屋敷を例に挙げると、敷地の西側にあるあがり屋に受牢したそうです。広さは15畳ほどで、元は下級武士の入る牢を改築したものだったため、庶民の男性が入る大牢よりも接賃をはじめとした設備は整っていました。女牢にも男性たちの牢と同じく身分制度がありましたが、本来は男牢にのみ許された制度であったため、女牢名主以外は細かい役職はなかったようです。代わりに女牢にのみとある制度がありました。付き人制度といって、身分の低い既婚の女性が1ヶ月交代で付き人となり、女囚の世話と監視を担っていたそうです。この付き人は女囚が受牢する際の身体検査も受け持ちます。身体検査は男牢より緩いものだったようで、高価な着物は持ち込めないと謳いつつも、これは絹ですと言えば上等の着物でも通過できました。しかし受牢すると結局女牢名主に没収されてしまうので、女囚たちは牢内で粗末な着物を着ていたそうです。他に女牢独特だったのは、牢屋内で妊娠した女囚がいたことです。そう、女牢の女囚たちの中には、看守の慰み者になってしまった者もいました。出産の際は付き人が産婆の役割を果たしたようです。妊娠中だったり出産したばかりの子がいたりする女囚は刑の執行を免除されていたそうです。あとは男牢と同じく、受牢したばかりの新人はまず命の鶴、すなわち牢名主への賄賂を要求されます。男牢よりは着物の持ち込みが緩いため、着物に隠したり体内に飲み込んでいたりした金銭を牢名主に渡して、扱いをまともにしてもらいました。このしきたりを知らないと、決め板で暴行されてしまうのは女牢も変わらなかったそうです。男牢と同じく、おしゃべりと言われる牢内のしきたりを牢名主から聞かされた後、接賃の使い方を教わりました。接賃は基本的に牢名主の許可が下りなくてはいけず、そこで数日かけて外から持参した命の鶴を切り出した者もいたようです。新人は畳の上で寝ることを許されず、最初は固く冷たい土間の上で寝ることを強いられました。牢内のことすべてに牢名主の許可が必要で、女囚の家族が酒やタバコなど差し入れをしても牢名主に一度没収されてしまい、そこから金銭を出して購入しなければならない仕組みだったそうです。重い刑を課せられた女の罪。密通など夫婦関係にまつわる犯罪では、女性側の行いが重く受け止められました。密通の罪に問われると殺人と同等の刑罰、
引き回しの上獄門が課せられたそうです。引き回しの上獄門とは、江戸市中を延々と晒し者になって引き回された上で首をはねられ、その首を3日間獄門台の上に晒される極刑です。帝京大学名誉教授菅野紀子氏の江戸時代における女性の犯罪によれば、1930年代に司法省が調査結果をまとめた徳川時代裁判事例刑事の部には、女性の引き回しの上獄門が3例挙げられています。医師大安と年頃になった百姓長兵衛の女房和佐は、邪魔な夫を殺害しようと硫黄の粉を夫の食事に毎日混入しました。夫は死にこそ至りませんでしたが、密通の上夫に傷つけ候と同様であると引き回しの上獄門にされました。殺害まで至った例では、修験常福院の女房松の事例が挙げられています。松は密府道仙の指図もありましたが、どちらかというと自ら進んで夫を殺害し、なおかつその死を自然死に見せかけ葬儀まで執り行い、その後も密通を続けていたというものでした。故意ではない殺害でも場合によっては罪になったそうです。百姓久治と女房兼は、久治が酒乱で日頃から口論が絶えませんでした。ある日夫が酒に酔い、まさかりを手にして向かってきたため、取り押さえようとして揉み合ううちに夫へ傷を負わせてしまいました。その傷が元で夫は数日後に死亡。死亡を届け出た際に揉み合いの事実を隠してよそで傷を受けてきたと報告したために、引き回しの上獄門の罪に問われたそうです。引き回しの上獄門より4段階軽い刑の死罪があります。死罪は牢内で処刑され、刀の試し切りにされる刑です。女性の死罪36例のうち、不義密通絡みのものが22例と6割を占めています。不義密通は重罪と分かっていながらも、その禁を破る女性が後を絶たなかったことが分かります。しかし判決事由に、夫のある身分にてとあるのに対して、妻のある身分にてと書かれているものが皆無であることから、女性への規制が厳しかったことがわかりますね。女が男として生きると罪になる？密通以外に主な罪は窃盗になりますが、意外な余罪で重い刑罰を課された女性がいます。その名は竹。1832年天保の頃、内藤新宿の大宗寺門前にある蕎麦屋で江戸中を揺るがす大事件が起こります。雇われていた奉公人が蕎麦屋の2階で子供を産んだという話です。その産んだ奉公人というのが、なんと男なのです。前代未聞の出来事だと居合わせた人々は大層驚きました。その男の名は竹次郎。そう、竹が男性の名を名乗っていたのです。竹の生涯については、江戸の情報屋と言われた藤岡屋吉蔵の藤岡屋日記にいくつか記述が残っています。藤岡屋は江戸中の噂話や瓦版、公的な文書などを書き集めて記録し、売りさばいた人と伝わっています。第一巻の天保3年の頃に、竹の事件を知った町名主が町奉行に事の顛末を報告した文書が掲載されています。その中に竹の生い立ちと竹がなぜ男となったのかが次のように記されています。竹次郎こと竹は、山王町火消しの娘として生まれました。不幸なことに幼少期に両親を共に亡くし、親類に引き取られて育ちます。12歳から13歳の頃、竹次郎は
武州八王子にあるタイヤという旅籠に年季奉公へ出たそうです。しかし飯売り奉公の仕事に耐えきれず、この旅籠から逃げ出しました。行くあてもなく江戸へたどり着くと、竹次郎は酒焼きをそり男の身なりをして仕事を探したそうです。そして行き着いたのは新吉原のダイヤに料理を届ける荷売り屋。そこで賃金を得て暮らしていました。その後8月10日から深川永大寺門前仲町の半七というものを保証人に立て、大宗寺門前の蕎麦屋で雇われ働いていたそうです。しかし同じ月の29日、竹次郎は働いていた最中に突如腹痛を訴え、2階で介抱されていたところ、なんと男子を出産しました。竹次郎は普段から斑点を着て股引きを履いており、銭湯も男湯を使っていたため、周囲の人は誰もその格好や振る舞いから女とは思ってもみなかったようです。竹が最初に逃げ出した奉公での仕事、飯売り奉公はいわば遊女です。内藤新宿にある旅籠に飯盛り女と呼ばれる街道の宿場町に置くことを半ば公認された遊女がいました。この飯盛り女と同じように、竹は奉公先で男の客を取らされ、その仕事に耐えきれず逃げ出したそうです。そして流れ着いた江戸で男として生きることを決意。しかしそんな竹がなぜ出産に至ったのでしょうか。そこには悲しい理由がありました。その経緯は江戸時代の裁判記録、お仕置き霊類集の中の天保類集、女の部、火付盗賊の類のページ、つまり盗みの処罰に関するページに書いてあります。竹次郎は女子の所業を嫌い、自分で髪を切って和歌集の姿をしていた。ある時、酒を一緒に飲んでいた男に、ひょんなことから女であると見破られてしまう。その男はこともあろうに竹次郎に対して、お前の正体を言いふらすと脅して性的な関係を強要したという。竹次郎は奉公先から逃げて男と偽り隠れて生きる身の上、やむを得ずその男の言いなりになったという。蕎麦屋の2階で生まれた赤子は結局亡くなってしまったそうです。竹は人として恥ずかしい、世間に顔向けできないとだけ語り、沈んだ面持ちでした。竹の話が記録されたのは、知人の帯を盗み、出産後に蕎麦屋のカッパを盗んで逃亡した罪と、古着屋の衣類をごまかし取って質屋で金に変えた罪で捕まったことからです。この2つの罪に断層した罪が加わりました。その結果、竹には刑罰として小伝馬町牢屋敷への50日間の受牢と罪人の印となる入れ墨を入れられることになります。もちろん今後一切の断層を禁じられました。小伝馬町牢屋敷の中と牢屋敷を出た直後の竹の行方ははっきりと記録に残っていません。次に竹のことが記録に残っているのは5年後のお仕置き霊類集の天保類集女の部、人倫を乱し騒動者です。先立って小伝馬町牢屋敷に受牢した際、今後は男の姿で徘徊してはいけないと申し付けたはず。しかしまた男の姿をして2回も召し捕らえられている。他には確かに悪事を働いてはいないが、禁じた断層を再び始めたことは悪質である。そして捕らえられた罪状の説明が続きます。一つ目の罪状は、奉公先から金か何かを持ち逃げした奉公人を脅して口止め料として謝礼金を受け取ったこと。二つ目の罪状は、
他人同士の金の貸し借りのトラブルを仲裁する際に、竹次郎が自分の身分を火付盗賊改め方配下の手先と偽ったこと、断層の罪も加えて竹に下された判決は、当時死刑に次ぐ重い刑罰である八丈島への流刑でした。一説によると、断層をして人倫を乱したというのが、同じ罪を犯した者よりも流刑という重い刑罰を下された理由だと推測されています。竹は流刑先の八丈島で鍛冶屋として働いたと伝わっています。鍛冶屋は本来女人禁制の仕事でしたが、男として振る舞う竹には居心地が良かったのかもしれませんね。竹は流刑に処されてから1年後、数え年で25の若さで病死しました。現代でようやく理解が進んできたとされるトランスジェンダーですが、まだ完璧に理解や受け入れが進んでいないのが実情です。江戸時代を生きた竹の苦しみは想像にあまりあるものがあるでしょう。皆さんは江戸時代に罪を犯した女たちの実態についてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたら、リクエストもお待ちしております。また、この動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。